では今回のゲストはこの方です。うん、よいしょはい、ということでそいつどいつの市川刺身くんでーす。よろしくお願いします。あなたは、何芸人でしょうか？はい、僕たちはウォンバット大好き芸人です。ウォンバット大好き芸人、はい。じゃあ今日はウォンバットについて、はい、いろいろお話を伺っていこうかなと思います。知らない方もたくさんいると思うんで、はい、ちょっと存分に魅力を。もう今日はね、2時間喋りますよ。行こう行こう。さあ、ということで今回のゲストはそいつどいつの市川刺身くんでーす。おーイエーイ、出ました。出たちょっとね、はい、夢を叶えたい企画が1個あるみたいな。何を？はい、今日は、ニューヨークさん、皆さんに、僕の同期の、最終兵器ウォンバットについて知ってもらおうと思います。出たなるほど。まあね、はい、あの以前ユニバースの川瀬名人が、はい、あの同期のエジソンドライブを紹介するっていう企画で、はいはい、めちゃくちゃ面白かったのよ、ね。じゃあ今日はそういう感じで、そういう感じでウォンバット大好き芸人で歌させてもらいましょう。これが一番攻めてるかも、今まで。刺身がウォンバットの話すんだよ。いや、そうそう、知らんやつが知らんこと言うてから。いや、めちゃくちゃ楽しみ。はい、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。ウォンバットとは、よいしょまずはね、まずはしっかり教えてくれます。いや、しっかり教えてくれます。俺もね、はい、ほとんど知らないのよ。はい、うん、まあライブで何回か見た目は知ってるよ。見た目はあの身長180センチ超えの大きいしゃくれてる顔がこう真ん中に集まってる男と、それが水谷裕太っていう28歳大きい子ね。はい、で柳瀬勇気っていうのが、あの髪をもう金髪で、なんかパンクロッカーみたいな、パンクロッカーみたいな、男臭いパンクみたいなやつみたいな感じで、やるときもちょっとガタいい感じだね。そうです、もうめっちゃ鍛えてて、僕が芸歴7年目で、NSC 東京の18期生で、僕らの3年後輩だ。そうです、僕ら、僕そいつどいつもそうなんですけど、同期でいうと、もう大阪とかだよ、ユリアンレトリーバー、それなかなかやね、ちょっこりはん、レインボー、ガンバレルーヤ、あとあの R1 優勝した浜田雄太郎くん、あとおばたのお兄さん、最近歌ネタ王優勝したラニーノーズ。いや、すごいね。もうあれは週刊プレイボールのカイ君は、いつもす、俺あの NG なんだよ、あのエピソード被害者だ。いや、あのあれニューヨークさんの YouTube であれ言って以来、楽屋でめちゃくちゃ顔刺されるよ。顔刺されるってね、後輩があれ、あ、刺身さんだみたいな。今の貝大志芸人はないから、やらない、大志芸人いつかやらない。うわ、やべ、超話したくなって貝の話。ちょっとウォンバット、ウォンバットは漫才師やよね。ウォンバットは漫在士なんですけど、それこそ M1 も3回戦行ってるもん。 M1 も今年3回戦で、一言で僕言うなら、もう本当にベタ、すっごいベタ。もうそれはネタの、ネタが、漫才が、ほんで水谷っていう方がボケで、柳瀬っていうその金髪の方がツッコミなんですけど、一番好きなボケが、おい水谷って呼んだら、えって逆向くっていう。本当にこの逆向きってもう誰でもおじさんでもやるじゃないですか。それが本当にすごい好きで、で僕一回ウォンバットんち行った時に、あの二人で録画してあったバカ殿見て大爆笑してたんですよ。いや、別に、いや、だからなんかベタが好きなんで、ベタがめちゃくちゃ好きなんです。面白いしね、面白いね。でそのウォンバットは養成所時代からもずっとベタを、もう常にずっとなんかやり続けてて、でずっとやってたんですけど、もう結果が全然出なくて、劇場のピラミッドもずっと一番下で、でも全然上がれなくて、で一時期、あのひがみ漫才っていう、なんか俺はなんでしゃくれてるんだって言って、なるほどね、あの水谷が怒るっていう、あの神様に怒るっていうネタがあったんですけど、なんだお前、俺信号無視とかも戦士ご飯よく噛むのに
なんで俺はこんな人生なんだって怒って、スタイル変えたの。神様に唾を吐いて、その唾がかかる。ベタは、ベタは残ってる。ベタは残ってる。ひがみベタ漫才。ひがみベタ漫才。一番おもろいよ。ひがみベタ漫才。プラスして、ベタに。あ、すごい。ひがみ、ひがみ言うくせに、めっちゃベタのボケやる。めっちゃおもろい。だから、そのひがみベタ漫才がやってたんですけど、1年半前ぐらいから、もうやっぱもう、究極にベタに戻そうってなって、あ、ひがみからひがみから、ひがみなくしたんですよ。だから逆にベタな人たちにベタでもっと勝とうみたいな、ストレートしか投げれんから、もう球速くしようみたいな、もう球速くしよう、カーブとか覚えるんじゃなくて、もうとにかく投げるっていうのを選択肢にしたんですよ。そしたらもう劇場でこう少し上も上がって、いや最近一緒になるもん。そうなんですよ。であの単独ライブもやって、単独ライブであの漫才6本やったんですけど、で僕見学ちゃんと行って、なんでやねん。見学行ったんですけど、で一応僕数えてたんですけど、水谷って言って逆向くボケ42回ありました。本当に俺マジでそれはシュール。俺ヤバと思って、それすごい。で最後らへん逆向くの普通になったからウケなくて、なんか水谷っつってうんってこっち向いたのが一番ウケる。どういうことそれ。すごい、もう超ベタなんですよ。なんか変化させたんじゃないの。だってベタやっとって、ひねくれやって、またベタに戻って、またベタに戻して、1個言うとしたら、柳瀬ってツッコミの方がめちゃくちゃ声高く、なんだお前みたいな感じでツッコむようにして、で水谷はもっとしゃくれさせたっていう。今まで普通にしゃべれるんですよ、普通に。え、何みたいな喋れるんですけど、あ、そりゃね、そりゃね、はいはいはいっつって、ね、だって柳瀬も声低いだろ。夜会った時は結構声低いんですよ。夜会った、でも舞台中だと、舞台中、なんでお前この野郎、なんでだーとかって水谷は、そうだよね。中身そのままでちょっとしゃくれをアップさせて、しゃくれアップさせて、声を高くして、声を高くして、まあ、それはスタイルだよね。それでだって今年3回戦ね、これでようやく、僕はもうずっと面白いって言ってるんですよ、もう、でもうそのネタだけじゃなくて、このウォンバット、これあの僕一応こう言うとしたら、この水谷、この変なやつと、変なやつと一緒にいすぎて、普通が分からなくなったやつの長いコントだと思うんです、僕。ウォンバットっていう作品ってこと。もうなるほどね。彼ら、あの幼馴染なんですよ。あ、そうなんだ。 NSC で出会ったわけじゃないんだ。もう小学校の時に、あの出会って、で愛知出身なんですけど、でそれ小中一緒で、で中学の時にみんなの前で漫才披露とかしてたんですよ。ほー、そういうタイプだ。もうそういう感じ。今あんまいないじゃないですか。おらん、ないないない。もう、でそれで高校入って、2人とも別々の工業高校に行くんですよ。なかなかないですよね。俺もそこで離れちゃった。そこで離れちゃったんですよ。ダブル工業、ダブル工業、別々な。はい、別々。あんまないね。あんまない。あんま近所に工業高校2つもない。いや、あんまないじゃないですか。工業か商業は。昔の制服見せてって言ったら作業着だったんですよ。工業やね。工業で。で、もう全然合わなくなったんですよ。合わなくなったんですけど、その時に M1 とかやってる時期で、それで水谷が、おい、漫才やるぞって。誘って、おう、やろうかって言って、で、それで2人で漫才やりだして、なんかかっこいいね。そうですよ、もう憧れるよ、俺ら。もう売れてる人のさ、感じのストーリー。分かってたろみたいな感じで、で、18歳で東京に出てきます。もう高卒で、高卒で漫才やるために、もう漫才やろうぜっつって、漫才やろうぜって言って、2人でかっこいいね。で、あの2人一緒の家に住んで、おーいいね。で、もう5畳半ぐらいのと、ロフトがついてる家に住んで、ほぼサンドイッチマンさんと同じエピソードだ。本当に。で、その時当時18歳で、僕7年目なんで、合わないじゃないですか、これ。確かに。これ彼ら、NSC じゃなくて、渡辺コメディスクールに入学したんですよ。あ、最初もう。え、じゃあ先輩じゃない俺らの下手したら。バッドナイス常田さんとか、マービン・ジュニアさんとかと同期ぐらいの。あ、じゃあ同期や。だから、ニューヨークさんと同期っすね、だから。マジで。もう、渡辺でやってたんですけど、あんまりうまいこといかなくて。で、当時のコンビ名がサンライズっていう、へー、数字の3にカタカナでライズって、どうもサンライズです。いや、2人しかいねえだろっていう使いが、やばいやばい、もうハイパーベタを。なるほどね。ウォンバットあるある。
ぱいあるもんな。いやもう話したいことが信じられないぐらい。ちょっと、うん、全部ちょうだい全部いいですか。彼ら西荻窪住んでて、うん、で僕高円寺住んでるんで、うん、家が方向が近いんで、うん、結構仲良くなって、うん、で、あじゃあ今度鍋でもするかみたいな感じに言って、うん、で、あオッケー行くわって言って、うん、ウォンバットの2人の家に行ったんですけど、うん、柳瀬がこう鍋作ってたんですよ、うんうん、で、そしたらあのちっちゃい椅子の上に、うん、なんか水谷が座って、うん、ここにあのプーさんのぬいぐるみを抱えてたんですよ、うんうん、シュールなことしだしたの。おって思ったら、うん、じゃあプーさんでいらっしゃーいってやったんですよ、うん、で、何って思って、うん、お、なんかもうそういうボケかと思って、うん、はいどうもみたいな、なんか適当にやってたんですけど、うん、なんかずっとプーさんで会話してくるんですよ。で、柳瀬もおいプーさんって柳瀬はあのプーさんそこどいてよ、鍋置けないよって、うん、水谷は本当幼い頃からプーさんのぬいぐるみをいるものとして育ててるんですよ。幼い頃から。はい、その日のノリじゃなくて。はい、小学校の時から。いきなりそれいきなりそんな話で、いや、マジさんがいるものとして扱ってるんですよ水谷は。はい、で、プーさんで会話してくるんですよ。うん、おい、いるじょーとかって言って、なんかこのプーさんぬいぐるみで。それ刺身はでもさ、もうえってお前そのノリみたいになるやん。それでもやめへん。でも、あのその柳瀬がだってそのずっと一緒に住んでる、今も一緒に住んでるんですけど。あ、そうなの。はい、10年間ぐらい、10年間一緒に住んでるやつが、うん、おい、なんだよプーさんやめろってとか、普段ツッコミで、うん、お前さおかしいだろって正しいことを言うやつが、うん、おい、プーさんやめてよとか、うん、なんか3人じゃんと思ってるよね。だからサンライズやったんだ。いやだから、そういうことか。だから劇場連れていけないからそうだったかもしれないですよ。怖っ。え、じゃあそれはもちろんずっと昔から同じプーさんの人間。そうなんですよ。で、プーさんがだからもう本当に水谷は、で、水谷にもう俺も深く聞いてたんですよ。もう水谷とめっちゃ仲いいんで僕、うん、で水谷本当に変わり者で、うん、で、親もプーさんはいるものとしてこう一緒にいるんですよ。だから実家帰るときに水谷はプーさん連れて帰るんですよ。で、それでお母さんがお風呂入れとくねって言って洗濯するんです。マジ。いや、そう。兄弟は？兄弟いないんですよ。一人っ子なんですよ。あー、なるほど。だからちょっとあるのかな。本当にこう大事にされてきて。すごいね。それ今でもっていうのやばいね。もうそう、ネタ合わせする時もプーさん連れてきて、プーさんで会話したりとかするんですよ。で、もう本当に1回だけウォンバットが芸歴2年目ぐらいの時に、もうあまりにもベタがウケなすぎてめちゃくちゃ喧嘩になったことあるんですよ。もうこれスタイルをやめた方がいいんじゃないかみたいな。で、こう揉めて、で喧嘩になった時にプーさんがこう喧嘩してるんですけど、プーさんがここにずっと置いてあったらしい、うん、で、いやだから違う、お前が言ってんのはってこうめちゃくちゃ口論でね、もう口論になってる。水谷がめっちゃ怒ってるんですけど、うん、怒ってたこの振動でプーさんが倒れたらしいんですよ。うん、そしたら水谷がお前本当分かってねえよなっつってこう抱きかかえた。めちゃめちゃ怒ってる最中ね。もうめちゃくちゃ怒ってる。でそれ見て柳瀬もう笑っちゃって、あ、おいプーさんこんな時に転ぶなよとか言って仲直りして。そのツッコミもおかしいけどな。いやそうなんですよ。だから笑っちゃって、はい、いやいやもうおかしいからやめようぜ。水谷じゃなくて水谷、おいプーさんこんな時何やってんだよって。本当やったらいや今お前それええやろってなるけど、柳瀬もずっとやってるから、ずっとやってるから、だからもう変なやつと一緒にいすぎて柳瀬は普通が分かんなくなっちゃったんですよ。だって本来柳瀬がもっとさ、ライブとかでこいつやばいんすよってそのプーさんの話って俺らの耳に入ってきてもおかしくないもん。いや、そうなんですよ。聞いたことなかった。聞いたことない。そうです、だって絶対こんなのいじりしろにしかならないやつ。面白い面白い。ただもう言わないんですよ。はぁ、当たり前だから、家族だから。柳瀬もおかしなってもって、柳瀬もおかしくなってるんですよ、本当に。めっちゃ怖いやん、もうめちゃくちゃ怖い。もうで、もう水谷に至ってはもう超変わりもんで、うんうん、あの水谷の宣言っていうのがあるんですけど、うん、何、あのこれ一緒に帰ってるじゃないですか、うん、なんとなく何にも会話なしぐらい、うんうん、したら、あー今日家帰って米食おう。言わなくていいよ、お前それ、まあね、なんか、うん、お前その宣言しなくていいからって言って、うんうんね、でも言っちゃうんですよ、なんか、うん、なるほどね、それ。まあこれは家帰る途中に声優によるなとか、もういいって、もういいってもその宣言しなくて、お前水谷の宣言をもうやりすぎてて面白いから、だってもうツイッターで毎日宣言しろよって言って、うん、ああなるほどね。あの1年間毎日宣言し続けたんですよ、うんうん、いろんなこと、いろんなこと、うん、ちょっと横になりますって。
面白いやん。それだけつぶやくの面白いから。面白いやん。5000円に崩しまーす。めっちゃうまいやん。俺もうめちゃくちゃおもろいじゃん。めちゃくちゃおもろいやん。めちゃくちゃおもろいじゃん。5000円崩しまーすとか。それ宣言がめっちゃおもろくて、で1年間続けたら俺飯おごってやるよって言って、うん、本当に1年間続けて、うん、最後に宣言したの。最後に宣言したのが、うん、ツイッター乗っ取りやめまーすって言って乗っ取られてたみたいなボケやったんですよ。変なことしてる。何やねんそれ、腹立つな。何それ、乗っ取られてみたいなことにしたらめっちゃ何それ。いやいや、したというかボケたんボケたっす、ボケたっす。もうてかもうその水谷に聞いたらもう1年間やりすぎてもう何で終わったらいいか分からなくなったみたいな。一発目が宣言始めまーすって言ってたんで、いろんな名作はあったんですよ。録画消しますとか。いや、いらないよね、もう。水谷はもう超変わり者で、もうめちゃくちゃモテないんですよ。柳瀬は割と彼女とか。柳瀬モテそう。彼女とかでしたりとか、うん、音楽とか結構好きなんで。水谷も超ダサいです、本当に。もうデビューして5年目まで、うん、あのズボンこうやってめくったらあのチェックの柄入るあのズボン、あのズボン入ってたちょっと太いな。もう水谷米好きなんですよ。あの水谷のあのエピソードであのこう鍋食ってる時にこう肉とか取ってこう米にバウンドさせて食うじゃないですか。あいつ一回なんかもう わけわかんなくなって米に米バウンドさせて米好きすぎる。もう本当に米ばっか。ボケの水谷が、うん、フットサルが好きなんですよ、うん、サッカーやってて昔かっこいいじゃん。で、うん、それでもモテなかったんだ。そうなんですよ。よく同期とかに、うん、フットサルやんないってこう LINE で誘ったりとかするんですよ、うんうんうん。あの水谷ポジションキーパーなんで珍しいね。俺初めて見て。キーパーから言い出すの。キーパーからフットサル集めるやつ見たことないから。それ面白いな。キーパーが全部コートとか取って楽しんで、でもずっとシャーなしでやるよね、多分。分からんけど、そうですね、交代交代のイメージじゃないですか、キーパーって。そんな遊びでやってた。あいつキーパーなんで。嫌なせよ、嫌なせ。優しいやろ、ほんで。こんだけミニコンで付き合うってことは嫌なせよ。で、あの家のこととか鍋とかも全部、そういうのも、お、嫌なせ、鍋とか、嫌なせ、米とか。嫌なせがほとんど水谷の身の回りのこと。なるほどね。やってあげてるんですよ。ネタはじゃあ水谷が考えとるみたいな。ネタは柳瀬が考えてます。なんなんこいつマジで。水谷が溶け出しとかも結構するんですけど、一応元を柳瀬が持ってきてる。なるほどなるほど、なるほどね。で、柳瀬はめっちゃお笑い好きで、一回の同期集めて柳瀬大喜利っていうのをやってたんですよ。嶋佐大喜利みたいな。もう深夜嶋佐さんはでもライブでやってたじゃないですか。嶋佐大喜利って柳瀬はあのなんかあのフリースペースみたいなの借りて、みんな夜11時集合なって言って、で柳瀬がもう汗だくになりながら、16枚ぐらいフリップ持ってきて、お客さん入れるとかじゃなくて、いないです。もう、あ、もう趣味で、もう同期でみんなでやろうよって言って。好きやな。好きだね、それは。ファミレスで一生懸命お題もう150個ぐらい考えて、で、それで、あ、じゃあみんなやっていきます、じゃあ柳瀬おぎりみたいな、うんうん、でもやって、こうやってなんかこうみんなでやって、うん、柳瀬はその柳瀬おぎりでね、めちゃくちゃ滑るんですよ。受けないんですよ、なんか。準備は全部やってるのに。もう全部準備やって、もう愛されるね。すごい、もう嫌いなやつおらんすよ、ね、嫌いなやついないっす、もう柳瀬は。嫌いなやついないっす。ああ、うん、なるほどね。怒ったことないんや、じゃあ。もう、だからこれがウォンバット7年目ですか、もうこれ10年間一緒に暮らしてきて、うん、10年間やってきたウォンバットんで、うんうん、この前実はもう大事件が一回起こって、フリーライブ、吉本じゃない劇場でライブに出てて、うんうん、でその時に、うん、なんかこのネタがうまいことこうまとまってなかったらしくて、うん、で始まる前で結構イライラしてて2人とも、うんうん、で水谷がみたいな、いやってかもうこれやるのやめるかみたいな。ああね、ちょっとね、もう結構きつい時はね、それ言い出したら。これじゃなくて、うん、もっとなんかいつもの安牌のこっちやるかな、うんうん、まあまあまとまってもないし、もう、うん、でも柳瀬はいやでもこっちの方がちょっと試したいみたいな。ああ、いや分かるよ。ちょっと変わった感じで試したいって言って、うん、で水谷はああってで、水谷的には柳瀬が思うことをやらせてやりたいって思ってるんですよ。ネタをこう、まあ、考えてくれてるから、まあね、水谷はすごい柳瀬の愛はすごいあるんですよ。
ただ、ね、あの口ぶりがそうやって上からとかになっちゃうから、うん、ちょっとこうなったりとかして で実際柳瀬の方をやったんですよ、うん、したらもうめちゃくちゃ滑って、うん、まあしょうがないねで終わってなんかその非常階段みたいなところで、うん、ああちょっと雨だったなみたいな、うんうん、で水谷がちょっと俺反省だわみたいな、うん、もう俺ダメだって思ってたものを客前でやっちゃダメだってもう、うん、その俺は納得いってないのにって納得いってないのにっていう、うん、で今までずっと柳瀬がこう言っても俺は納得させてからやってたのに、うん、俺はもう納得してないのにやらせちゃったみたいななんか、うん、だから要はもうちゃんと話し合えなかったみたいなことを水谷が言ったんですよ。そしたら柳瀬はもうめちゃくちゃ腹立ってやりたくねえのにやらされて滑ったわって言ってんのかみたいな、はいはいはい、なんか感じで揉めて、まあね、うん、言い方はだいぶあれだけどね、うん、でなんだおめえよみたいな、うん、柳瀬がなんか怖いみたいな、うん、非常階段で、うん、あなんてコーナー、うん、で、やっと水谷が持ってたこのノートみたいなこうペチーンって叩いて、うん、もう取っ組み合いの喧嘩になって、でもう階段からガーンみたいになって、え？やばいやばいってなって、でもう本当にその他いた芸人さんとかみんなとかやめなって言って止めて、でなんとかこう収まった、収まった、なかなかの事件、なかなかやねそれ、で水谷帰ったんですよ、うん、もうやってらんねえって言って、うん、っていう話を柳瀬から聞いたんですよ。うんで、今日こんなことあって、ちょっと刺身どうしようみたいな、柳瀬もだって帰らなあかんからね、家もう家に帰んなきゃいけないんですよ、うん、で、2部屋あるんですけど、うん、俺どうしたらいいんだろうみたいな、うん、でももうこんなんやっぱ仲直りした方がいいよ、うん、いや、でも正直ね、俺ね、ここね、ターニングポイントだと思うんですよ、みたいな、てかもう あいつ偉そうなのとか腹立ってたんだよ、まあ米とかもう米とか、うん、あんな、ってたんだあんな態度で来られて、うん、俺は謝らないって言って、あちょっと怒ってんねや、柳瀬で、うわ、マジと思って、で、劇場無限大ホール来て、うん、こうやってなんかライブとかやってんのを見てても、もう話してないんですよ、もう、で、そっから4日間ぐらい経っても、うん、なんか全然喋ってる素振りなくて、うん、で、水谷に、お前どんな感じなのって、うん、まあ話してはないわな、やばい、まあ、ネタ合わせの時だけちょっと軽く喋るけど、うん、まあまあまあ言ってて、で、柳瀬にお前まだキレてんのって言ったら、柳瀬が、いやだって喧嘩した次の日のネタ合わせであいつプーさん連れてきたんですよ。そこで意味わかんねえ、普通に人と会話するのになんでプーさん連れてくるので、あいつはさ、ネタ合わせ終わりぐらいでさ、プーさんでちょっと喋ろうとしたからさ、俺聞こえてねえふりしてやばーと思って、でもうこいつはもう小学校の時から、柳瀬が小学校の時に水谷の家に行った時からプーさんはいたんですよ。やばいね。だからもうこいつらはもう20年ぐらいプーさんがいるものとしてやってきたのに、前はコテンってこけたのがきっかけで仲直りできたのに、仲直りできたのに、ついに柳瀬が開けちゃいけないパンドラの箱を、いやそうだな、プーさんは人形だっていうのを言い出したんですよ、もう。ついに目が覚め出したんや。で、うわ、これはどうすると思って、で、これやばいと思って、で、水谷とファミレス行った時に、うん、ちょっと柳瀬に、俺と一緒に飯食おうよって言って、水谷いるって言わないで呼び出したんですよ。おお、なるほど。偉いな、お前。で、やつやな、優しいな、お前。で、水谷がずっとなんか、うーん、みたいな感じで。で、水谷、お前、正直な気持ちだけ先に教えてって言ったら、うん、まあこれはもうピンチだと思ってる、正直、うんうん、もう解散するかも、で柳瀬と解散したら俺は辞めるつもりだし、うわ、水谷めっちゃ真面目だったんですよ、うん、全然しゃくれてなかったその時、うん、もう声も高くないし、声もそう全然普通のまんまで、うん、で言ってて、あそっかって言って、じゃあちょっと俺もできるだけフォローするねって言って、うん、で柳瀬がファミレス入ってきて、こうやってなんか俺の方へ、おいってやって、水谷見た瞬間みたいな顔で、うん、あやばいね、二人でまあ話そうやみたいなって言って、うん、で水谷に柳瀬が、お前さ、え、何あれプーさんのぬいぐるみさ、うん、ずっと連れてきて、うん、意味わかんねえよみたいな、うん、あんな喧嘩して、うん、ネタのそこのなんかやつはもう最悪いいよみたいな、うんうん、なのにお前なんかそうやってなんかプーばっか連れてきてどうにかしようとするんじゃんみたいな、それやばいね、そこに切れたらやばいじゃん、そこがでもやばいんだよね、実はやばって思って、うわ水谷なんて言うんだろうって思ったら、うん、俺はおかしい俺おかしいよもう、うん、正直、うん、プーさん連れてくる、だもう変なの俺って言って俺もう変だって言って、もう、うん、ただもうやめらんねえって、もうプーさんやめらんねえ、やめらんねえって、もう、あ正直に、もう正直に、もういないと不安だしって言って
めちゃくちゃおもろい話や。お前、まあ、よう折れるな、そこに。いや、本当にね、俺、マジかと思って。でも俺、すごい感動したんですよ。もうずっと、まあ、ある意味ミニコント降りてるもんね、それは。そうなんですよ、うんうん、もう20年ぐらい続けてるコントを降りて、うんうんうん、俺はおかしいやめらんねって言ったんですよなんで感動すんねん、お前は。マジって思ったよ。お前ももうだいぶウォンバットはよ。そうよ、20年ぐらい続けてたミニコント、もう俺はおかしいって言って、もう、うん、あ、すごいことよな、すごいことだよな。確かに確かに。水谷はめっちゃ自信満々なのに、俺はもう変だって言ったんですよ。うん、でやめらんねえと、ね、やめらんねえって言って、で、やらすが、いや、でももうそんなん、そんなんってなるねえだってまあ暮らしてきたからな、もう暮らしてきて、で、水谷が変なのは分かってる、ただやめらんない。で、ネタ合わせをするときに、俺正直柳瀬が嫌だって言うんだったら、俺はプーさんを部屋に置いてきて、お前と二人でネタ合わせするよって言って、おマジと思って、なかなかのことやん、それも。で、もう別にいい、あれはもう本当に置いといても、でもそれはお前とやりたいから、うん、そこはやりたいって言って、うん、ただ、うん、その2人でネタ合わせしてる時って、うん、こう詰まったりとか、こう言葉なくなったりとかして、うん、あるあるある、雰囲気悪くなるから、うん、第三者のプーさんにいてもらいたかった、うん、あ、こいつまだ人間だと思ってた。ああ、したら柳瀬が、うん、いやもう、まあお前がそう言ってくれるならもう俺は嬉しい、まあ根っこの部分は柳瀬の方がもちろん大事やぞっていうのを意思表示したからね、伝えて、うん、で2人とも、うん、ああってなって、で結局仲直りして、うん、今あの TikTok で、うん、あのプーさんが柳瀬に話しかける動画を上げてますめっちゃええ話やな、なんかっていうコンビなんですよ。なんか熱、感動したもん、ちょっと俺もうすごいブルッときて、もう、うんうん、こんなだって知らない芸人で、うん、誰もだって僕言わなかったら多分もう知らないもうところでずっと喋ってる。そうやね、世に出るかったね、この話は。もう本当にでも危ねえな、この動画芸人が結構見るからさ、うん、多分芸人しか見ひんねん、ウォンバットと外資芸人は、まあ、そうそう、特にお前あの人形どうのこうのって荒いじりするやつも出てくるかもしれんよね。いやでももう負けないし、だってもう2人とももう乗っかることに決めたんだよ、このコントに。そっかもう解散の危機乗り越えたもんね。乗り越えた。でついにこんなちっちゃいことですけど、それでようやく今年 M1 3回戦に進んだんですよ。うわ、だから俺はプーさんのおかげだ。もうほんとプーさんなしでは語れないですもん。ええー、話やな正直。しかもこれ刺身が良かったらどこにも出てなかったってことは、キャラ付けとかさ、はい、変なアイドルがさ、こうテレビ出たいから言う痛い話じゃないからね、これ本当の話やから。リアルな、ほんとに。ああ、そうだ、なるほどね。まあじゃあそんなウォン、はい、ウォンバット、はい、なんと本人来てくれてます。マジで嬉しいやっぱ嬉しなんねん、会えるのが。エジソンドライブの時もそうやったけど、ちょっと僕ももうちょっと熱くなりすぎちゃったんですけど。そうやろ、もうついてこれるかな、俺らの熱量に、ウォンバットが。ちょっとじゃあお呼びしましょうか、ウォンバット。はい、はい、それではウォンバットお願いします。おお、たくまーん、ウォンバットです、お願いします。ね、ヒッチハイクしたいなと思ってね。ヒッチハイクです。そこまで行きたいな、ヒッチハイクで。まあ最初東京から、まあ、福岡ぐらいちょっと行きたいなと思うんだけど、福岡に行きたいの、よくわからんじゃない。あ、そうだ、教えて。じゃあまず、じゃあドライバーで、じゃあ俺が来るから、あ、まあ、スケッチブックに、はい、車止めるわ、はい、かりました、はい、水谷と柳瀬です。今自己紹介すんな。帰ってですね、帰る、はいはい、水谷とお願いします。キキアイドリコ、なんで名前を最初書かないの。なんで行き先だけよ。行き先書くの。最初エビナサービスエリア。ああ、なるほど、なるほど、はいはい、わかりました。エビナサービスエリアと、あ、ちょ、お願いします。あの、どういうことだ。どうしたんだ、車。いいですか、これで引っ掛けたんだ。これで止めるのね。キキ、はい、お願いします。バー乗っていく。バーいいですか。ねえ。これはねえ。窓。あ、窓。窓。いや、中入って。中入ったら楽しい。会話をね。はいはいはい。忍者彼女とかいる。僕あの彼女いるんですよ。あ、そうなのね。あ、写真見せますね。あ、好きになるね。これなんですけども。ちょっと前出すな。あ、そうです。運転中だから危ないな。あ、わかりました。あと他にもね、彼女の写真あるんで見せますね。あの、お兄ちゃん、もう目の前出すなよ。わかりました。
これなんです。知りたいのかお前。髪を使うよ。近くで見てほしいんで見てじゃないよ。お姉さんは彼女いるんですか。あ、俺も彼女いるよ。まあ、これ待ち受けの子。女性だおい。別にいいだろ。前に出すな。別にお前見えなくてもいいんだよ。酔っちゃうだろ俺が。なんで言っちゃうんだよ。あ、もうすいません、ガム噛んでもいいですか。買ってきますよ。やばいやばい。兄ちゃん、はい、俺にもガムちょうだい。いいですよ、はい、それじゃねえよ。新しいのだわ。新規のやつ。なんで新規のやつ。いや、絵になついたら新しい車を自分で拾いに行く。あ、自分で新しい車を止まっていく前に受けてください。あ、そう、交渉も当てたのね。じゃあ、このベンツの人に聞いてみようかな。あの、すいません、ヒッチハイクしてるんですけども、乗せてもらう。あ、ダメですか、わかりました。じゃあ、この軽自動車の人に聞いてみようかな。俺か。おい、乗せろ。態度変えるな。車種で態度変えるな。いいか、いいかじゃないよ。お前なんか乗っけるか、バカ。泣くな。こんなとこで泣いてんじゃないよ、お前。泣いて泣いとんだ。なんでしゃくれちゃったのかな。知らんわ、そんなこと。知らんわ、そんなしゃくれちゃったのか。まあ、こんな感じだったらヒッチハイクできそうかな。いや、全然いい加減見えたらいい加減しろ。頑張りました。おーい、これ最高、最高、最高、やばい、最高。クラブにおるみたいな。楽しかった。楽しい、最高。こんなに受けてくれると最高でしたよ。ありがとうございます。そのやっぱベタっていうかさ、聞いてたのもあったけど、はいはい、うん、こんな最高に楽しい漫才他なかなかないから。楽しい、楽しい、ずっと笑ってた。ガムのところがもう最高だね。最高のベタ。ガム噛んでいいですか。ガムくれよ。めちゃくちゃおもろいわ、ね、ずっとやっぱ気になりますよね。ちょっと特別ちょっと、ちょっと、ほんとですか。ずっと、うわー、ずーっと、フミさんがずっとさ、ちょっとプヨさん、これがあの、ちょっとあの、ニューヨークさんだから、ちゃんと挨拶してください。ニューヨーク？お風呂じゃない、ニューヨークじゃない。お風呂、それは聞いてないです。それは聞いてない。あ、一応、プーさんもボケるの？プーさんめっちゃボケます。ボケてる？マジで？プーさんめっちゃボケるんで。あ、そう、綺麗ですね、あの、お肌というか。確かに。はい、あのね、毎日お風呂入れてもらってるんでね、あの、綺麗なんでしょ。洗濯機な。洗濯機。これだからほら、何やってるんだこうプーさんでとかじゃないんですよ。うん、うん、もうそうよね。洗濯機なってちゃって。もう何歳なの？これもうそうですね。今どっち？今どっちギリやん。まあ、でも一緒にいてもう20年。いやすごい、すごいぐらい。そうですね。じゃあちょっと。なんかほら、水谷くんのプーさん愛はもう伝わってるのよ、うん、でプーさんがちょっと水谷くんをずっとどう思ってるか、ちょっと確かにそれはあんまり聞いたことない。プーさんが、うん、あの、イーくんはイーくん、え、やらせ、説明して。プーさんはユーが言えないんですよ。下の名前ユータって言うんですけど、ユーは言えないんだから、あの、イーくん、なんで言えないの。ユーイーの方が言いやすいでしょ。だから、あの、イーくんって言ってるんですよ。ユーが言えないの。ユーが言えない。ユーだけ。アイラブユーとか言えへんのじゃん。イーラブ、アイラブイー。多分ですけど、その昔はその言いづらかったんですよ、ユーが。あの滑舌が本当悪いから。でもずっとイーくん、イーくんってこうやって、で、そのままの20年の流れで今もうイーくんなんです。だからそれがあだ名になっちゃったり。もうあだ名になっちゃって。で、イーくんのことどう思ってるの、それ聞きたいな。あのね、もうね、毎日ね、一緒に寝るしね、あの、ご飯も食べさせてくれるしね。ご飯も大好きでしょ。昨日の晩ご飯何食べたの。晩ご飯食べた。昨日はね、あの、白いご飯とね、味噌汁とね、お刺身。これさ、マジで、だってマジで、はい、これで売れるかもしれん。いや、でも俺らの YouTube なんて大したことないけど、これはちょっと、俺らの YouTube に収まる器じゃないかもしれん。漫才も普通におもろいし、いろいろやってるんで、引き出しも多そうやし、はい、ちょっと無茶ぶりだけど、最後プーさんに締めてもらっていい。はい、わかりました。今日はあのウォンバットを取り上げていただいてありがとうございました。とんでもない、ありがとうございます。あのこれからもね、ウォンバットと僕とあの3人でいろいろ頑張っていきますんで、よろしくお願いします。
TikTok もお願いします。ありがとうございました。ということで、音楽をそして久しぶりありがとうございました。ありがとう、ケンさんもありがとう、ケンさんもありがとうね。